25卒のみんな、俺就職しねえわ。はい。ということで、まあ、今日は就職についてちょっと喋りたいと思うんですけども、まあね、僕今3回生で、2025年卒業予定の3回生なんですよ。はい。だから残り1年と2年ね、大学生活が残ってるわけなんですけども、まあ、周りのみんなはね、結構就職とか気にしだす時期ですね。早い子だったら就職活動も始めてて、ね、なんかインターンシップとか企業説明会とかね、なんか受けてる人とかもいると思うんですけれども、まあ俺就職しません。はい。そんな周りの人に流されません。なんで就職しないかですよね。これはまあちょっと喋るためにね、動画撮ってるんですけども、なんでそのわざわざ、だるいことして、で、だるい会社にいて、だるい仕事しなあかんのってね、思うんですよ、僕。皆さん思いません？いや、今の日本の経済状況を見てくださいよ。物価が高騰してんのに賃金が上がらない。なのに1日8時間、7時間働かされて、それが週5、長い週6、週7、休みなしで働いてる人もおるかもしれん。何が楽しいの？就職活動でみんな汗水垂らして、なんかスーツ着て、緊張して面接受けて、就職活動ってめちゃくちゃしんどいことして、で、またさらにしんどいことするためになんでしんどいことしてんの？就職活動してる人は。就職活動がスキップして就職できるんやったら、まだいいとしよう。地獄に突っ込むただのド M やったとしたら、まだいいとしよう。なんでその、しんどい就職活動して、めちゃくちゃしんどい仕事をしてるのが意味わからへんねん。自分の夢を諦めて、半端な就職活動する意味はないと思ったんで、僕は。就職しません。めんどくさいし、だって、就職活動とかしてたら遊ばれへんやん。就職活動せえへんかったら遊べるのに、なんでその遊ぶ時間削って、で、一生遊ばれへん道選ぶんかなって。思います。なので僕、25卒のみんな、俺就職しねえけど、まあ、みんなは就職してもしなくてもどっちでもいいと思うんだけど、もう俺就職しねえから、就職する人のことをね、就活生とかね、なんか言ったりしますけど、まあ、僕就職する気ないんでね、非就活生って言ったりしてるんですけど、だって、働いてどれだけ貯金しても死んだらゼロやから、意味ないやん、それ。貯金しても。いつ死ぬかわからんねやったらさ、もう毎日楽しむしかないやん。それだったら別にしんどいことせんでええやん。思うんです。なので僕はまあ楽しいことして生きていきます。はい。まあ楽しいことして生きていくにはやっぱり辛いことあると思うんですけど、辛いことして辛いことが待ってるよりも、辛いことして楽しいことが待ってる方がいいんで、会社で働くことは楽しいとは思えないんで、僕は決して就職する人が悪いとかじゃないんですよ。うん。就職しない僕の方がはるかにバカだと思います。人よりね、違うことするとやっぱり批判されますから。うん。なんですけどやっぱそういう人がね、一人でも増えないと。新しいことする人はね、やっぱどうしてもね、最初は、みんな受け入れてくれないんですけど、もうそういう人はね、どんどん増えていかないと、社会が変わらないと思うんで。てなわけでですね、まあ就職しないんですけど、まあ進路の道についてはね、また喋りたいと思いますんで、はい、決まったらまたこの動画で、発表したいと思います。あらっしゃー。不干渉さパーティーだ。感染症気をつけながら、勝てなきゃ意味ないわけではない。不干渉君の出番だ。優秀賞じゃなくてもいい。この歌が届け、敗者たちに。